魔法陣というのは、1から始まる連続した異なる自然数を5番の目上に並べ、縦横な斜めの3方向の数の和が常に等しいという不思議な性質には、誰もが驚くことであろう。例えば、三次方陣では、常に等しく15である。まずは3、4、5、6、7、8時の魔法陣の実例である。それぞれが魔法陣としての条件を満たしていることを確認してほしい。魔法陣は人類最初の数論の問題であると言われながら、未だに解決されていない数学の難問の一つに挙げられている。しかし、この不思議な数魔もよく調べてみると、不思議な魔術ではなく、数の神秘が宿っていることを知るのである。